来は宇佐神宮というのはこの道を奥にからこう入ってくるのが正式の参拝です。でその宮中を入ってくるなら頼母川に付着された中が神域です。宮中というのは言えば純境内で、その中を進むとさらに神域に入っていくと。で元々はこの道が当時の直視会、天皇のお使いが来ますから、その時はこの道を入ってくる。でその天皇のお使いがこの川を渡る時に橋がありまして、この橋だけは屋根がついてくる。プレ橋、屋根付き橋。で、ちょっとこちら、内側に大きくしたのが、ここに、プレ橋。で、こちらが。今は10年に一度、直視が見えます。で、明治ぐらいまではですね、ほとんどこの道が、参拝道路だったんですが、だんだん車、鉄道車社会になってみたら、こちらから狭くなって、まあ、こういうですね、かつては御所駅から三宮鉄道で入ってきて、その後バスから自動車から入ってきたので、正面がこちらに戻ってしまったんですね。だからこうして皆さん、新しいこの参拝に、こちらからこの橋を渡っていきますけど、この入り口のところだけ、こっちじゃないというか、頭に入れておく。非常に新域が広い、約60ヘクタール。で東京から見えた方はですね、こんな広いのを見れば九州になるか知りませんでした。広いですねっておっしゃる。いや、実はこの宇佐神宮より明治神宮の方が10ヘクタールとか広いですね。びっくりしますね。なぜかというと、明治神宮行かれた方あると思う。あれは明治時代に作られたお宮です。平たいところにですね、直線の道がそこ行って帰るわけですが、あまりこう奥行きとか、見ることがないので、月に一度、明治神宮の森をその見る会見があるので、その時はずっと入るらしいんですけど、参拝の時は直線道路を行って帰るので、あまりこう広く感じない。それに比べて、宇佐神宮はこうして見る小倉山とか七ヶ山とか、川あり、山あり、この森自体が宇佐神宮の歴史とともに形成されてきて、非常に林相がいい。林相というのは林の層、林相、林の姿が非常に複雑で、これだけ複雑な森を見ようと思って宮崎県の綾町に行かないと見れない、新人学校に行かないと。それぐらい歴史的な森だから、人口が豊かだから、そういうなんかバスで取って乗り付けて、そんなこう豊かな林相を見るよりには宇佐神宮の森しかない、まあ、都会ではと言われている、まあ、それが一つ広い道の左側が、神様、道具があったり、カットが本宮があったり、芸人があったり、まあ、こういうところが、まあ、神の神、こちらが本宮の神。だから宇佐神宮の境内の大きな屋根を作ると、神棚があって仏壇があるという日本の宗教文化、私たちの国の人がそこでもあるんですが、そういう日本人の人が家の中に神とか仏を祭り続けて生活をするという宗教文化、生活文化といいますか、いえば宇佐神宮は事実。ミーツです。ネギ焼き昔だった店がなくなりました。ネギ屋さんに話を開いた。私なんか宇佐神宮の社頭でネギ焼きはないだろうって言って、宇佐神宮で一番偉い人は宮司ですね。次はネギさん、ネギ焼きだ。なるほど。ということで、だから宇佐神宮に入ってきます。1年ぶりです。ちょうど
一つのスポットで行ってるのがエピソードがすごいすごい。外国人ほどのマトリーズを始まり守る日本人はなかなかやってないレイザーホームランそうです。さあ、ということで1年ぶりの宇佐神宮、まさか本殿にもう一回生まれると思ってませんでしたけどもですね、今回まあ孔雀門系とかこう室内とか、まあ、境内に入る前の宇佐神宮をここしか知れたってことがありますので、ですね、しかし暑いですね、この赤が映えます。